Oh, you you はい、えー。皆さん、こんにちは。えー、JFDA オンラインセミナーへようこそ。えー、JFDA の副会長をしております、えー、ワンダーテーブルの秋元です。えー、今日のテーマはですね、まさにあの今日緊急事態宣言がまあ延長ということで、まあ、我々の業界においては非常にショッキングなあのニュースが出たんですが、まあ、飲食の7団体のリーダーが集まって、えー、食文化を未来につなぐためにですね、えー、ディスカッションしていきたいと。 というふうに思っております。パネラーは先ほどの動画で紹介した通りでございまして、各団体の理事長や理事などが集まっております。今日のオンラインセミナーですが、ズームではなくてですね、YouTube ライブで配信をいたします。質問についてはですね、Q&A の枠があると思いますので、そちらの方でコメントをしていただきたいと思います。今日はですね、ちょっと盛りだくさんなので、 え、質問の時間が、ひょっとしたら、まあ、時間が取れないかもしれませんが、ぜひですね、後日返答することもできますので、遠慮なく Q&A でご質問の方をお願いしたい、と思います。それでは、えー、セミナーをスタートいたします。え、一番目のテーマでございます。えー、コロナ、1年半を振り返るというところからスタートをしたいと思います。まず初めにですね、えー、先般6月10日、このセミナーに至るきっかけになったですね、 飲食18団体が集まっての記者会見、それについて振り返りをしたいと思います。えー、二之湯さん、えー、ズームで参加の山下春さん、佐藤さん、お願いします。それでは二之湯さんから。はいえー、食文化ルネサンスの専務理事をしています、二之湯と申しますあの。今お話しあった6月10日に、えー、飲食関係団体18団体が、えー、外食崩壊寸前と。<laughs> えー、その現場の声を届けるという記者会見を企画させていただきました、まあ一言で言うとなぜこれをやったかというとやっぱりこのコロナ1年以上現実的にですねこの営業を国からまた自治体から規制されている、えー、数少ない産業であるこの外食産業の声がですね、あのーまあ、国や自治体に全く届いていない、えー、そして我々の実態に えー、基づいいいたよううなな政策が行われていない、まあ、それてそに尽きると思うんです、ね、で、それを個々の今日お集まりの皆さんであるとか、えー、今日ご覧いただいている皆さん個々,の個々人ではすごく矛盾とか、えー、問題意識を持っておられたと思うんですけども、まあ、これをやっぱりちゃんとした形にしてそして、えー、ちゃんとした相手に届けるっていうことをやっぱこの外食業として業界全体としてやっぱりやっていく。 そういうことをしないと世の中って変わらないよねとまあこういうことで JFDA さんそして我々食文化ルネサンスそして山下春さんの民食未来の会を中心にですね十八団体がまあまとまってここまであの大きな塊になったのはまあ初めてではないかなと思うぐらいまあ画期的なそういう記者会見をさせてもらいましたでそれ以前からそれぞれ別々にですね。 まあいろんなあの政治へのまた行政へのまあ要望提,案提言活動というのはやってきたんですねえ昨年で言えば家賃助成の問題であるとかさまざまなえ持続化給付金の問題だとかえ先般の記者会見の後にはあアルコールの提供はまあほぼ絶望的かなと思ってたところがですねまああの非常に厳しい制限はありましたけど90分で2人とかえ東京の場合はですね大阪は4人とかまあそういうえ制限はありましたけどもまあ飲食あの お酒を提供するることができるようになったと、まあ、なのでやっぱりあのそうした小さな成果でもですねやっぱりあの実際行動に移していかないとそういう結果は出ないんだとそしてその行動を移す団体の塊が大きければ大きいほどそうした声が大きくなって政治や行政に対するプレッシャーが大きくなるんだっていうことをまあ学んだ記者会見ではなかったかなと思っていますありがとうございます。 えっと山下晴さんあの実際に記者会見、はいえー、受けていかがお感じになりましたか。はい、えー。日本飲食未来の会の代表理事の山下でございます。えっ、ー、とちょうど記者会見であのそれぞれの方がいろいろなお話をする中で私どもは逆にあの数字というよりも自分の店舗がこれほど閉じた店舗数が減ったんですけどそういうお話をさせていただいたり今の本当にこう若手の飲食業若い学生たちが これから飲食に飛び込む子たちが少なくなっているという話をさせていただいたんですが、やはりその、えー、メディアの中で、ですねやっぱり店舗数が減ったというところばかりが、えー、各メディアに強調されまして、えー、その後あのーまあそれがいいのか悪いのか分かりませんが、それが本当にバズ、あのーまあ、りまして、ね、日曜討論会で西村大臣とお話しする機会をいただき、えー、その後と、朝生に、えー、出演させていただいて、片山大臣とお話しさせていただいて、やはりあの先ほど、 ふさんの話もあったように普段からあの飲食店というのは個々の集まりであって政治とはあの全く遠い位置におりましたから一番最初の段階でえまあ,あくまでもお客様という立場の中での政治の方にお話をした時にえまあ本音でいや山下君、すごく君たちの思いは分かるんだけども普段からお付き合いがないのにこういう困った時だけっていうのはちょっとどうなもんかねっていう話を正直、1年半前に。 これれはもう本当にリアルされました、うん、それから私たちもやっぱりこう1人で言ってるのは意味がないということでこう皆さんと集まらせていただいて本当に声を上げさせていただいたところ前回の記者会見は相当な影響を及ぼしましたし実はその後も多くの大臣の方々であったりとかよろしくの方々から日々お電話をいただいてですね 今後どうしたらいいとか金融の方はどういうふうにお金を持っていったらいいんだろうかと、まあ、それは正直なところ本音かどうか分かりませんがそういう,こう情報がいち早く私たちの手元に入ってきますそして前回の,あのそれこそ本当にご知事も含めてお酒がだめだっていうところは前日の晩本当にあの都議会の方が電話があって今まさに大検討時でもしかしたらゼロになるか分からないというところで。 あのそちらいらっしゃる秋元さんと一緒に、えー、要望書を持っていきましてです、ね、な、え、ん、ー、とか聞いてほしいということで、な、え、ん、ー、とかその2名で、えー、時間制限はありましたけども、えー、そういうのにもこぎつけたと思っておりますので、えー、ぜひあのこれを機会に、あの皆様と本当にこう手をつないで、手を組んで、えー、意見を揃えて持っていくことっていうのは、本当に必要だなとお感じた1年半でございます。はははいいいいさんありがとうござまますす、えー、それでは佐藤さんお願いします、はいえー 日本ファインダイニング協会の理事をやってます佐藤ですあの前回記者会見参加させていただいて、まあ、巧みだなと思った編集ですよねあの我々は困ってるんですといや困ってない人いませんよねこの業界で当然営業時間を規制されメインの飲むと食べるの飲むをほぼ規制されている状態の中で困ってない人はいないんですけど 一年まあ今となっては半経ったこのコロナ禍の中で我々は困ってるんだということだけをことを求情として訴えたかったわけでは全くないということはここで確認できればいいかなと思っています我々は単に外食産業の店舗だけではなくて取引いただいている酒屋さんであったりとかもっと遡る生産者の方農業漁業まああの畜産だ略のいくつもありますけどそういう方たちも非常に 本当にいいものをえ、お店で使ってもらおうと思って、お店専用で作ってきてくださったところ、なんかは今卸しょうがなくなるわけですよね。そのことを含めてみんなが困ってるんだけれども。未来は日本の食文化がこれから廃れていったり、食文化に希望がないわけではないので、その未来を語りたいという意味でのえ、実はあの記者会見をしたつもりだったんですけども、その部分はうまく切り取れ切り取れ。 てていいいたたととうこにに対しししは非常に残念な思いをしましたそれともう一つ実際のところちゃんとした統計を取れてませんけどこの二十数兆円の、えー、外食産業という中で200万人以上の雇用を生んででいるはずですその人たちにが、えー、の声が一つになれば何らかの、えー、社会に対しての影響力や、えー、いろんなもののパワーを持つことができるだろうなということも含めて今日のこの、えー セミナーを通してでも皆さんとつながり何かの時に一つの思いで日本の食を守りたい日本の食をこれからもどんどん進めていきたいという思いをでつながれるという仲間ができていくための活動として捉えていますので今日もよろしくお願いしますはいありがとうございます三上さん遅くまたありがとうございましたら最後にあのはい今もう皆さんおっしゃったようにやっぱりその ここれまでこの外食産業っていうのはこう、まあ、まとまるってことはまずあんまりなかったと思いますし、えー、一言で外食産業といっても非常にあの多様性があって1、えー、つにまとめることがもうほぼできない、えー、業態規模それから業態、えー、提供しているものを含めてなのでまあもともとそういう まままとまるとととるいいうところにすすごく難があったと思いますで私も2013年から6年間あの自民党の参議院議員を務めていた時に、まあ、初めてそこから新、えー、興行政っていうのが、まあ、スイッチが入っていったわけですけど、えー、コロナの前まではインバウンドという,もう新たなあの消費の拡大というのもあってようやくこの輸出もそうですね日本の農産物の輸出もそうだし。 こういういものも,もっと業界巻き込んでやっていこうとなった時にこのコロナだったので、えー、まあ全体的に本当に落胆されてると思うんですが、まあ、このピンチをチャンスに変えるという意味ではもうこういうえ横につながっていくっていうこのえチャンスを生かすという発想になるべきなんじゃないかなというふうにはあの思っています。 ありがとうございます。それでは、あの、各団体から1年間、1年半のコロナの振り返りをしていただきたいと思います。それでは、あの、大阪から、今日は東京にわざわざ来ていただいて、ORA の小島さん、よろしくお願いします。えー、大阪外食産業協会のヒット副会長をさせてもらってます、小島でございます。まあ、この1年半、まあ振り返るということなんですけれど、もともと大阪、ORA、 まあ大阪在外側産業協会が ORA なんですけれど ORA には正会員が198社が入ってますそしてあと三業会員さんが330社余りがいるんですけれどやはりその力っていうのを使って何とかできひんかというのはやっぱ動いておりました、まあ、政治の方にもそうですし自治体の方にも働きかけて何かいいことができひんかとしかしやっぱしまだまだ力が足りない 状態は続いておりましたねだから先ほどもあったように本当に横のつながりをもっと強くしていってもっと力をつけてものを申していかないとやはり外食のためには動いてくれないのかなっていうのを感じましたまあでもさりとでそればっか,りでか,かしで悲しんでても仕方がないんでやはりプラスになることっていうのも考えていこうということで何か 正会員さん、三女会員さんのためになることがないかというふうに教会の方ではやっぱり動いておりました。まあなかなか具体的にはしっかりとできてなかったとは思います。でも一つでもプラスになればということで、えー、話をつけに行ったときにこういう話ができてますよというのを連絡させてもらったり、反なにこういうふうな動きをしたらより動きやすいですよというのを話をしたりいろいろしておりました。まあ、でも これからはもう次はもう未来に向かって動いていかないといけないんで過去であ大変やったなって思うだけじゃはいけないなと思ってますので、えー、次に向かってちょっとみんなで力を合わせてやっていきたいなというふうに思いますのでよろしくお願いします。ありがとうございます。えー、それではあの日本居酒屋協会の大林さんお願いします。はい。は、え、じ、ー、めましてえっ、ー、と日本居酒屋協会の理事をしております大林と申します。よろしくお願いします。 えー、この1年半、えーとまあ、まず日本居酒屋協会というのは、えー、と業者として、えー、と飲食店が、えー、とそうですね飲食店、えー、と飲食メーカーの団体で由うと大体120社ぐらいが今会員としておられます。で1年半で毎月定例の、えー、と会議などをやる予定なんですけれどもやっぱりここ1年半はあのみんなで団体で集まるとかいうことができなかったのでズームで, Zoom でこういろいろ情報交換をしたりだとか。 やっておりましたそして具体的に、えー、と今年に入って2つ、えー、やったことがありまして漁師さんが待っているその食材、まあ、要は魚の廃棄されそうな食材を、えー、とこちらの方で居酒屋協会の会員さんと40店舗ぐらいで、えー、と豊洲市場さんも、えー、と一緒にバックアップさせていただいてその廃棄されそうな食材を使ってメニューを作り、えー、そこから、えー、と飲食店お客様に卸すという企画をまず3月にえっ、ー、と 一つやらせていたただきましたそして、えっと、今月なんですけれども、えっと、ワクチンの職域接種を、えっと、やらせていただいて、えっと、3日間で一応先月公募させていただいて3日間で 1, 1万8000人、えっと、応募させていただいて今月1回目が、えっと、終了させていただいて、えっと、8月に、えっと、2回目の接種を、えっと、行って終了となるんですけれども。 やはりみんなこう飲食店なので、こうワクチンをしっかり接種して。えっとお客様に安心安全ではないですけど。まあ、そういうのをしっかり団体居酒屋協会としてできればいいなっていうのを。えっと、二つ実行させていただきました。以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは、あの繁昌亭の道の柴さん、お願いします。はい、えー。こんにちは。えー、npo 法人繁昌亭の道の理事長をさせていただいてます。柴谷康弘と申します。 えー、うちの団体はですね、えー、あの飲食店さんで働く、えー、接客をするサーバーの皆さんの、まあえー、接客向上ということで、えー、日本一の、えー、サーバーを決める大会 S1 サーバーグランプリというのを通じて、えー、業界に貢献していこうということで、えー、2004年に発足しました。でえー、メンバーはでですね全国北海道から沖縄までの えー、もちろん飲食店さんもそうなんですが、えー、それ以外にそのサポート企業さんですね、えーまあ、私はの本業は酒屋なんですけれども、まあ、そういう酒屋さん全国の酒屋さんもはじめ、まあ、いろんなサポート企業さんと一緒にこの大会をずっと続けてきております。で去年の2020年の3月に実はあの第15回の全国大会をする予定でした。 でこのプログラムはまあ4月からエントリー始めてちょうど1年間かけて全国各地の代表を決めてその代表者が日本一を決めるというこの最後の全国大会ということで非常に期待しておったわけなんですがこのコロナになってしまって今現時点ではファイナリストさんが各地でお店で従事している方もいらっしゃいますし まあお店が休みであったりとかまあそういう中で僕らとしては毎月 Zoom によっての会議っていうのを行いながら続けておりますで今現在はこの第15回大会を何としてもこのサーバーの皆さんのためにまたこの業界のために実施していきたいという思いで今年の10月をこの全国大会の日程に当てているんですが まあなかなかあのこの緊急事態ということで公表ができないままずるずる来ているというような状況です。でこの,あの最後ですねこの最後の会議の中でこのファイナリストさんのー話を Zoom で集まった時にこう聞いたんですけれどもやはりそのあの皆さん落ち込んでるのかなとか元気ないのかなっていうふうに思いましたけどあの本当に たくさん各地で、えー、僕らも元気ですよと皆さんに元気を届けたい、えー、明日にでも全国大会をやって皆さんに気持ち伝えたい、えー、そんな思いで本当に安心をしてですねこのあの10月を迎えられたらなというふうに思いでいますはい以上になりますありがとうございます、えー、居酒屋甲子園の山崎さんお願いしますはい NPO 法人居酒屋甲子園理事長を説明しております山崎と申します初めましてよろしくお願いいたします はい。まずま、あの、我々、居酒屋甲子園というものは、あの、共に学び、共に成長し、共に勝つという理念のもと、えー、居酒屋から日本、そして世界を元気にするという同志で、えー、活動させていただいております。えー、っと、主な活動では、あの、居酒屋甲子園全国大会というものを2006年を第1回に皮切りに、えー、第15回が今、エントリーやってる最中でございます。はい。 えー、エントリー店舗数は全国で今2800店舗まで、えー、行っておりますけれども、本来ですと来月、あの8月25日に全国大会を開催する予定だったんですけれども、えー、今年の2月にあの1年延期ということを、えー、発表しました。はい。で、来年の2022年7月25日に、えー、改めて、えー、居酒屋甲子園の全国大会の開催をはい、させていただきます。はい。その他の活動では、やっぱりこう、 セミナー勉強会等々も全部オンラインでやらさせていただいております。はい、毎月の理事会も、えー、Zoom 会議で行っております。はい、で、あの、ちょっと今日のの、ね、メインのお話になるかと思うんですけれどもあの、政治に対してのアプローチ等々というのは、来月の8月26日に、あの国会対策委員長の森山先生のもとにあの、外食産業の本音を教えていただきたいという趣旨で。 えっと僕とあと鳥貴族の小倉社長とともにあのちょっと伺ってこようかなと思ってます。えー、今日のこの場であのいろんな意見を聞きながらそこも参考にさせていただければいいなと思ってます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。食、えー、文化ルネサンスにの皆さんお願いします。はい、えー。改めましてあの食文化ルネサンスっていう会についてあのご説明したいと思うんですけれども、<laughs> あの先ほどちょっと申し上げたように私あのかつて参議院議員で国会議員をしておりまして。 でその時にさっき申し上げたようにその銀連盟というのを作ってですねあの日本のこの政府の中で実は食を振興するっていうところはあの農業は確かにあるんですけれどもこの最終的には外食とか、えー、中食といわれる惣菜業とかっていうのはなかったんですよね。でそこをですねあの平成29年に文化芸術基本法という法律を改正をしてその文化の枠内に食文化っていうのを入れ込むことによって 国がそその職に対して進行できるとう、まあ、ういうあの法改正をしたことがありますでその法改正をするための運動をする過程で、えー、我々の今あの理事や会員があのになってもらっている、まあ、いわゆるこの、えー、著名なシェフや料理人という人たちの塊を作ることになってでそれをまあじゃあちゃんと一般社団法人にしようということで、えー、去年の9月に、えー「食文化ルネサンス」っていうのをまあ立ち上げました。 ですので、すのそういう性格上ですねあの国や行政とのパイプ、まあ、政治家とのパイプっていうのをあのそれなりに持っているのであの例えば私僕個人もそうですが、えー、理事で言えば理事長はあのキッコーマンの模擬会長ですし、えー、服部幸男先生だとか菊之枝の村田さんだとか、まあ、そうした重鎮方がおられるので、まあ、そういう,こうコロナのいろんな、えー、現状現実についてもですねそうしたいろんな人のネットワークを使って まあ政治に対しても陳情しててもいいったということですで、まあ、これからは例えばあのこの職業界の方ほとんど皆さん問題意識を持ってられる例えば働き方改革ってこのままで本当にいいんだろうかとかですねあとその食というものを目指す若い人たちが減ってると我々の団体は、えー、いわゆる調理師専門学校の皆さんもあの会員なので、えー、今年の今年度の入学者はざっくりと2割から3割減ってるということです。でですので まあ料理そのものを志す若い人たちが減っていることも事実ですし、まあそうしたこの食産業を取り巻くですね、あのいろんな課題に対してこれからもまあ取り組んでいきたいなと思っている、まあそんな団体です。ありがとうございます。えー、日本飲食未来の会の山下さんお願いします。はい、えー、日本飲食未来の会の山下でございます。えー、私どもはえっ、ー、とどちらかというとミシュランののシェフであったり、えー、中小規模の事業者本当にもうこの え、事業者が集まっている団体でして、え、もともとはですね、このコロナ禍になりまして、えー、まあ、主なメインエリアが東京だったものですから、え、家賃が高すぎてです、ね、えー、協力金だけでは足りないというところで、え、東京都だけ独自の、お、家賃の補助をお願いしたいということで、え、東京都の実際の方に、えー、署名活動に参るときに、えー、まあ、自然的に発足してできたのが日本、飲食未来の会というものだったので、その時にちょうど2万の、 え署名がまままりましたまで、えーまあ、その力を持って今後はまあ全国に広げたいということでいろいろあの全国のまあシェフネットワークを使います今12県のおよびあの団体として日本飲食未来の会とてう一般社団法人に切り替えて今活動させていただいています。 平時であれば、えー、本当に食文化の工場であったりとか、次世代の若者の、えー、食応援であったりとか、えー、農業とか生産者の方のバックアップであったり、いろんなことをこう、えー、食とつなげていく方向をするんですが、えー、特にこの今コロナ禍においては、ですねやはり体力のない個人ばっかりが集まっておりまして、えー、声なき声も発信することもできない方が、えー、私どもほとんどです。本当にこうラーメン屋さんから、 焼き鳥屋さんから焼肉屋さんから個人レベルでやってる方も大勢いらっしゃいます。そういう方々の声をまとめて、えー、上げるために、えー、日本飲食未来の会というのをこの中において発足させていただきました。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます、えー。ファインダイニング協会の井上さんお願いします。はい、えー。日本ファインダイニング協会副会長、えー、ソルトグループ代表の井上です。よろしくお願いします。あの元々 JFDA ジャパンファインダイニング支援団はまあファインダイニングの法人の集まり。 からスタートしましてあのまて、あ、そんな大きな活動といいますか,、えーというかあの、たまにはあって情報交換しましょうよというふうなところから始まったんですけれども、あのこのコロナ禍になりまして、まああの、集まりましたし、本格的に今や,るやらないといつやるのと、えー、いうことで、えー、理事、えー、もう新たに選任しまして、それから、えーまあ、この現状、これ完全になんか 動かなきゃダメだね。舐められてるよね。とっていうふうなあことで、えーまあ、セミナーを通じて動き出しました。あのー、JFDA は、食の,の未来、えー、日本を、このコロナの後、食、えー、を政治政策の中心に置けないかな、なんていうふうに考えています、えー。サンセバスチャンが世界一の食の都と言われているように、えー、世界からは日本の食というのは非常に宝であるし、えー、非常に、えー、価値があるもんだと。これだけ苦しい思いしているんだので、えー、それ以降、 え職を通じてえ我々訴えることはできるんじゃないかなっていうふうなことでえ日々まあえまあ雑談熱い理事が集まって雑談を始めてましたでまあここでセミナーをやってるう中で帰りえ会食といいますかねえ皆さんののどきにこれは完全に舐められてるよねとあのもう我々だけじゃなしみんな横軸で指して言わんと政府を揺さぶらんとドダメよねと。 なめられてるという、まあ、表現がねよいいか悪いか別としまして <laughs> あのまあそんな中で二之江さんの活動とかもいろいろ見ましてで、えー、この間の外食18団体のお会というのが始まったんですがあれたった10日ですあれここで話して帰りにやってみんなで動いて10日 <laughs> あんなに反響があるなんていうのはとても合わなかったんですけど今までやってこなかったんやなと何もやってこなかったとで、まあ、今回こういう会がセミナーが生まれることっていうのは非常に感慨、まあ、深いものがあるんですけど まあここはまあそれぞれの団体さんが考えていることってあると思うんですけど、えー、我々が一つになってあのものもうさんとそれはだめよねっていうふうにえ非常にえ思います。今後、えー、まあこれから進行していくと思うんですけど、えー、結果を出していけるように頑張ったらいいがと思いますはい、今最後にあの森尾さんがあのお話した通り、りの今日のメインテーマは未来だと思います。 でまあ、残念ながら今、感染者数がまあピークになっちゃってるんで、少し時間がかかるとは思うんですが、接種、ワクチンの接種が進んでいくと、多少また飲食の陽性に対する緩和っていうのは出てきますので、やっぱりインバウンド、あの、インバウンドはなかなか難しいと思うんですけどリバウンド消費、またその来年に向けて、 えまあ各団体の考えでもいいですし各個人の考えでも構いませんのでえやっぱり食文化を未来につなぐための意見をぜひ皆さんにいただきたいと思いますえそれではあの食文化のルネサンスのえ京都の高橋さんお願いしますはい、えー、皆さんこんにちはあの食文化のルネサンス理事を務めております木の部の高橋と申しますどうぞよろしくお願いします あのワクチン接種が進んだ食の未来ということなんですがあのやはりそ,のそれぞれの,その地域その、まあ、東京であり京都であり、まあ、福岡でありということでさまざまなその業態飲食店の業態とも違いますし地域との密着度も違ったりその行政との,そのネットワーク作りとかもおそらく違っているというふうに思っています。であの私どもがその目指しているっていうのはやはやりその 今までそのワクチンが接種が行われてない状況でそのどうしたらいいとかその感染者数が増えてということだったんですがワクチンがこう進んできますとその重症者患者も少なくなってきてあの今後その飲食業界と医師会との,そのネットワーク作りというのが非常に大事になってくるんじゃないかなというふうに考えています。現在あのやはりその今あのゴルフィソートのものものいわゆる そのエボラ出血熱と同じ基準で、そのコロナを考えておるんですが。ワクチンが進んだ食の未来っていうのは、そこから二類相当まで。あの引き下げられて、その基準値も甘くなってくると。いうような未来が想定できるんじゃないかなというふうに思います。私たちは今まで、その入り口戦略で。いかに、その感染者数を減らして。その食のいい環境を作って。そのできる限り、感染者数を減らすと。 とでうつところもその人数を極限まで減らしてサービスの衛生管理も進めていってあのかなりの,その、えー、企業努力をしてきたわけですがやっぱりその料理店飲食店の出口戦略だけでは収集がつかないっていうのが現状の状況かというふうに思います。 ということは、結局、出口戦略です。かかった人が、その重症化を抑えるとか、病床数を増やすとか、あ病床、あの病床数、あの、えっ、ー、と、入院できるキャパですね、とか、その、そういうものを増やしていくということを、その、お医者さんに求めていくことが多分、大事かなというふうには、実際思っています。ですので、私たちは、その、入り口戦略として、できる限り、その、 健全な環境で食事をするあのシステムを整えて、で、それをこう政府に訴えかけて、より良い、その私たちのその近くにある、やっぱりその居酒屋さんでもその非常にこう狭いキャパシティのところにたくさんの人数を入れて、あの食事を出してお酒も遅くまで出してるとこも確かに目の届く範囲でもあるわけです。これをその一つずつ減らしていくということも大切ですし、なおかつ まあできる限りの努力をした後にはそういった医師会まあその協力的にしていただいてその病床数を増やすその感,染者数感染した方々を受け入れ室をどんどん増やしていただくようなその努力をしていただく僕らはもできるだけのことはもうやっているのでこれ以上のことは無理ですからそれはもうその専門的なそのお医者さんというそのジャンルになってきて僕らの仕事ではないので。 でですのでそういったところは含めてあの彼らにお任せキャスティングボードを握っていただくようなそういう取り決めを1つずつしていく方が、まあ、有効ではないかなというふうに思っています。であの、えーっとまあ、京都府の認証制度につきましてもこれ2段階現時点で設定をさせていただいておりまして、えー、普通の京都府の,そのコロナ感染症の認定制度というのが一般の飲食店の業界ですけれども これは大体38項目のそれからもう一つその料理屋でやりますハイレベルな100項目のその衛生基準これは s ップも満たしてるんですがそういった衛生基準も一つ作って2段階の構えで京都府と一緒にそういうのを守っていこうというふうな取り決めをやっております。 ですので、一つその京都府に折れていただいたのが今回の認定制度ではあの40人でも50人でもその飲食、それからお酒も飲んでいいという許可が実際おりました。で認定制度の中の項目に入っているんですが今までですと一つのテーブルで4人まで一つの団体で4人までということだったんですがそれの枠は取っ払いましてで一つのテーブルに4人であれば これが10テーブルあってもあの客の間が空いてれば40人50人入れてもいいという環境づくりをしました。で,ですのでうつところでも最大で、えー、っと4ですから1つの、えー、っとキャパーの部屋に40名入れることが可能になりましたので今回まあマンボウが発令されますからちょっとそれその時点では不可能ですけれども今後ワクチン接種が進んでくるとそういうところも あのマンボであっっててもその許可がおりりようには今働きかけを行っておりますなおかつそういった認証制度を取った店については GoTo ト,トラベルと GoToEat こういうものを発行できるように今京都府とあの話を進めておりますのでこれはおそらくあの二宮先生からお願いをして認定制度を取ったものに関してはそういった今後の,その経済政策について優位性を持たした施策を どんどん発行していただくような形でお勧められれば非常にいいかなというふうには考えております。おそらくやはりその私たちがやることは環境改善なので環境を今までの,その飲食店の環境自体をそのコロナ対応にまず進めていきつつなおかつそういった行政峰内先生を通して行政のとのやり取りをしながら地方自治とも一つずつ地方に合わせたその 細かい詳細の取り決めを一つずつ詰めていくことがあの三本柱として必要ではないかというふうに考えております。以上です。はい。えっ、ー、と OAL の中井さんいかがですか。はい、えー。大阪からズームで失礼いたします。あの大阪市の産業協会の副会長を務めております地方の中井と申します。あのまさに今高橋さんおっしゃったとおり体制の変化あのー、改善だとか。 環境に合わせて変えていく。もうこれすごく必要だと思いますが、この1年半で植え付けられてしまった。そのビジネススタイルだとかライフスタイルだとか、あるいは食に対する考え方っていうのはこれなかなかこう。逆戻りすることっていうのは難し当面難しいんだろうなというふうに思います。まあ、人間というのは食べていけば、まあ何か食べ物を食べればですね。普通に生命を維持することはできるんですけども。ただやっぱり食っていうのは本当に究極のコミュニケーションツールだと思ってまして。 まあ我々もやっぱりさまざまな食のシーンを作っていく。まあお客様がご来店されるのが当たり前ではなくて、えー、しっかりとそういったいろんなお客様のニーズだとかシーンに合わせてえそういったシーンを作っていくっていうところが多分今後必要になってくるんじゃないかなというふうに思ってます。で今回あの改めて思いますのはあのまあいろんな賛否ありましたけれども東京オリンピックが開催されてですねそのオリンピックの選手村のおレストランの料理。 を皆さん、選手の方がたくさんの方がこう上げてらっしゃっておいしい、おいしいということで言っていただいて評価をいただいている、まあ、その中でも実はお好み焼きがあのすごく上げていただいてましてこれ、あんまり大きな声じゃ言えないんですけどもあの選手ブラインに出しているお好み焼きは,実はうちのお好み焼きを出させていただいてましてですねちょっとスポンサーの関係であんまり大きな声じゃ言えないんですけども、ねまあ、そういったところがまあすごく挙げられておいしいと評価していただけるというのはあのすごく我々としてもここに 高いものでもありますし、日本のその食文化っていうものはやっぱ改めてしっかりと守っていかないといけないなというふうに思います。大阪ではあの2025年、えー 万博が開催をわれわれ ORA としても、その食博覧会といったものを万博とジョイントさせながら、メーカーできないかということで、今からずっと考えてやっているわけなんですけれども、やっぱりそういった万博でも、たくさんの方が来られていなさる中で、その日本の大切な食文化というものをしっかりと守っていける、その土台を今のうちにしっかりと築いていきたいなというふうに思っております以上です、はいざ、えー、居酒甲子園の山崎さん、いかがですか。 イケイケな感じで喋ってもらっていいですよ、すいつも。<laughs> いつもイケイケな感じで喋ってるわけではないんですけれども。あのー、まあ、問題点としては、あの、我々の団体で、やっぱりいつも喋るのは、やっぱこういうこと、あの、コロナで、で、やっぱりこう、サポートが、あの、手厚くないという状態っていうのは、あの、次世代に、また10年後、また再びこういうことが起こったときに、ね、同じ状況の子を、同じ状況な、を飲食店の、その、 将来の主役たちに同じ経験をさせちゃいけないよなという部分っていうのはやっぱりいつも議論させていただいててほんで先日もあの名古屋の名向かいの会長さん等々とディスカッションさせていただいた時にやっぱりここ,のここのおられる皆様と一緒の通りにやっぱり今こそ外食産業が一つになって、ね、再びこれが来た時10年後もしくは20年後かもしらんけど形に残しておくのが今我々がやらなければならないことの 仕事の一つなんではないかなというのも、ちょっとお話を団体の,あの垣根を越えてさせてもらってて、本当に今日のタイミングがむちゃくちゃ素晴らしいなと思っておりますので、ちょっと次世代のためにも何か一つ動きが取れたらいいなと思っておる所存でございます。マイクお返しします、はい。<laughs> 石谷さん、はいあ、えー。日本ファインダー入協会、えー、理事の石田です。よろししくお願いしますえー、っと ちょっと、まあ、あの自分たちの活動とか自分のというよりもちょっと先の話をしましょうよ。ちょっと議論をしていかないですか。あのワクチン接種が進んだ先といってもまだ全然見えないわけなんですけど、まあ、本当にあの,ああの多分今関西の方の、えー、京都の話とか大阪の話とか伺うと地域によって全然状況は違いますしあの認識も、えー、違ってると思うんですよ。ただやっぱ,やっぱり今回この こういう会で集まった趣旨目的を明確にして、えー、そこの部分はあのここで議論を固めたいなと思うんですよね。うん、まあ、正直言ったらもう本当に早く通常の営業を早くさせてくれってだけなんですよ。本当に僕らからしてみれば、あのそこに関してはみんなが一緒になって、あのまとまるっていうことはこの業界ではないわけですよね。あまりね。ここが強くてここが個性を出して、それで営業してきて、これだけの産業にしてきたのが。 自分たちの、えーまあ、誇りななわけけんですけどただそれだけでは、えー、皆さんおっしゃったように、えー、こういう結果になったというか、まあ、軽んじられたって佐藤さんおっしゃいましたけどなので本当に、えー、未来に向けて、えー、どういう形で何に対してまとまって、えー、目的意識を一緒に持つかってことがこの中で大事なんじゃないかなと思うんですね。あの本当にもう もうコロナに関してとかワクチン接種とかそ,もうそれはそれぞれ、えー、皆さん認識や考え方で違うのでちょっとそこら辺に関してこう皆さんに意見を聞いていきたいなと思うんですけどいかかがですちょっと難しい団体の話としてあのはあのないんですけど個人的なあの僕の業態でいうともともとがあの タイとかあのアジア料理のビストロをやってるんですけれどもあの実際このコロナになるあコロナになってから去年の11月10月 GoTo キャンペーンなどやってる時はやはり若い人がすごい動いてて、まあ、業態によってなんですけどビストロ系は、えー、と25歳30歳以下の方たちのはまる業態っていうのはやっぱ若い人にはまる業態はいいんですけれども他ジャンルで、えー、と居酒屋では宴会需要がある業態なども あのうちの会社内でやってるんですけれどもやはり、えー、とサラリーマンの方や、えー、と年配の方40代オーバーのお客様っていうのがあ,のあんまりお客さんとしてこう来店される頻度が少なくなって、えー、とコロナに向けコロナが実際こうワクチン接種終わった後に向けてなんですけど僕の辞書の会社としてはやはり客単が高いちょっと業界あの業態として宴会需要のあるようなえっ、ー、と。 業態はちょっと難しいと思うので、メニューをやはり客単の下げて若い人向けにメニューを変えて、えっと実際10月とか11月のリニューアルオープンに向けて今改装を始めてるとかそういうことはやってます。はい。ちなみにお林さんのところは営業してるの今、はい。してないですね。あ、してないんだ。はい。あの昼間だけやってまして、お酒なしであの東京都の通りにやってます。 はい真面目なのね今今 <laughs> 今は今今というかもう池袋西口側の小池様のあの、うん、事務所がありますんでかなりパトロールが厳しくてしっかり守ってやっておりますはいはいえっと正確なじゃ佐藤さんあの今の石田さんからの意見も踏まえて、うん、えっといやまさしくそうで僕はこの機会 えー、さっきのの居酒屋山,あ山崎でした山,崎んあ山崎君が言ったように絶妙のタイミングでっていう機会があったけど我々にとって本当に苦しいし、えー、追い詰められた中で、えー、でしか人はひょっとしたらお互い寄り添おうと思わないんじゃないかというふうに思っている中で今回食という本当にねあの井上さんがしてきてるようなもう三つ星のお店もあれば。 今日目の前の子どもたち相手にたこ焼き焼いてる小さなお店それを含めてを全部食と言ってしまうとみんなの客単価100分の1ぐらい違ったりするのがどういう形で結束できるんだろうみたいなことが今までは諦めの中にあったと思うのでねでも今回食べるということの喜びをまあ少なくとも外で食べるという喜びを奪われた状態の中でのこの国の在り方を見たときに我々の役目は絶対に 大切なことだということととだだいううは再認識しただろうしたろそれを担ってるのに1人5万円の店も300円の店も差がないじゃないかということを僕は思えるんじゃないかと思えていてそういう仲間たちが集まって何も大きな圧力をかけようと思っているわけではなくて明確に我々の今の思いや我々の実態を伝えるというための一つのつながりネットワークを作るこれこそ。 今回の趣旨ななんじゃだからそれを今今日見てくださってる方含めて食、えー、に関わる、えー、あらゆるもちろん生産者の方も含めてですよあらゆる人たちと今後何らかのなんか団体というよりもつながりネットワークを今あの秋元さんというすごいコミュニケーターがいてるので多分切り札やと思うね僕彼は見てて。うん だ彼がいたらつながれるんちゃうかなと食それこそ28兆円がまあそんなふうに思っている一つの今日何か役割を担えればいいなと思っていますはいえっ、ー、とこの意見に対して何か森尾さんなんかいやもう全くあの同感ですねであの、まあ、今後改革をしていかなきゃダメな食のことっていうのは未来に向けてねも先ほど乳児さんも言ったように雇用も大手のね一部上場企業と食が同じような雇用条件 でインカとかそれか税制改革じゃないですけど香港とかすごく税制が外食に有利になってたりとかねそれか法律、えー、建築基準法とかいろんなもろもろの法律がありますけど何年前に作った法律ですかとっていうふうなものがあったりとかそういうのはこうそういう鍵を超えて一つ、えー、ここで何かのさっき言ってた名前ね名前でも決めましょうよと。うん、ね んか食断連ぐらいでええんちゃうかなと思って、うん、<laughs> もう大雑把にいに。何か一つ名前を作ってそれをみんながつながれるやっぱコミュニケーターが最高のコミュニケーターがいてくれるのでこれ可能ちゃうかなとほんまに思ってるんですよね。 まあちょっと僕の話はちょっと見てないとみんなの見てる前で追い詰めた方がいいなと思って <laughs>、まあ、あの今回集まってる中で一番大きいのは多分 ORA さんだと思いますのでそうです私で考えた時に本当にもうさっさと言われるようにもうどんだけ横のつながりをつくっていくかっていうのにかかってくるかなと思うんですよね。私実は居酒屋協会会もも入ってましたしたの会もか 関わってましたし、いろんなところもまあ、東京で言うたら日本フードサービス協会の理事もやってますし、どこのつながりで言うたらそんまあ、かなりの数はあると思います。まあ、あと和歌山の方もあります、京都でもありますし、大阪にもいっぱい小さなあのやはり個人店が集まって勉強会をするっていう団体とかたくさんあるんですよね。だからそんなとかもどんどんつながりを持っていって、えー、まあ、規模はバラバラでもいいと思うんですよね。やっぱ思いは一つ。うん で動いていくようにしていくっていうのが大切なんかなと、まあ、それが先ほど言うように本当にそこがガッとがんじがらめになってしまえと駄目と思うんですよ、うん、やはり何か起こったこと起こった時にはしっかりと団結できる意見がみんなで共有できる動きをしていくっていうのも大切なんかなと思いますねだから今回なんか本当にこのコロナがなかったらこういう話はしてないと思うんですよだから先ほどピンチがチャンスっていう,あれもう本当にこのコロナがあったからこの話ができたん違うかなって思いますね 柴さん石田さんの,あの提案というかあの大賛成でしてこのコロナであの今までその各団体とかいろんな活動各社っていうので、まあえー、お客様を喜ばそうとかっていうことをこうおのおのやってたのがこういうこのピンチの時代というかこういう時に何かもう自然にこう集まって今日っていう。 がこう来たのかなっていうふううふに思うんですねもしこれが今までもうまくいってたら多分そういう機会もう一回考えてみようってことなかったと思うんですけどやっぱりこう壁が目の前にこう現れたときにそれを乗り越える力っていうのが自然とこう発生してきてるのかなっていうふうに思うんですね。で僕実はあの今日あのこういう趣旨なのでこういう意思とになっていくっていうことも大事だしやはりその各社とか各団体がもう一回その自分たちの価値というか。 そういうものを高めていくってことも必要じゃないかってことをちょっとお持ちしようと思ったんですけどでもやっぱりとはいえやっぱり発言力とかここを全体で乗り越えていかなきゃいけないこれからじゃあ世界からインバウンド来るのか来ないのかアウトバウンドはどうなっていくのかってことを考えたときにやっぱりこう一つになっていくっていうことをもう一回本当にこの今日の,あの意義っていうのが。 この先の未来を作れるかどうかっていうこう機会にできたら、本当に嬉しいなっていうふうに思っています。はい。秋元さん、よろしくお願いします。いえいえ。えっ、ー、と、に,にのりさん、大丈夫です。にゅうさん。え。あ、あの、素晴らしい流れになってきたんで。<laughs> 僕はもうずっとこれ、現職の議員の時から思ってたんですよね。なぜこの二十兆円を超える産業、大体ね、同じ規模なんですよ。観光業と外食産業で、大体同じ規模なんですけど。 観光業はやっぱりその何が違うのかというのはもうさっきから話しているように明確なやっぱり横のつながりといわゆる業界を代表する団体業界を代表するグループと言われるものがまあないということにまあ尽きると思ってましてなのでやっぱりそのコロナがあのピンチがチャンスになるっていうのはもう本当その通りだと思いますし。 当面はやっぱこのコロナのことでまとまらざるを得ないのかなとで実はこの前もですね私の特に内閣官房のコロナ対策室の方が来られてねでまあいろいろこう議論をしてたんですけども例えば皆さんいろいろニュースで見て例えばイギリスとかねあのアメリカとかってもう普通じゃないですかこウィンブルドンの決勝でセンターコート満員ほとんどみんなマスクつけてないそれからサッカーヨーロッパ選手権の決勝も6万人。 普通に日常に戻っている当然飲食オッケー。なぜか、えー、国民の接種率が6割を超えたからこれはもう通常のインフルエンザと同じ扱いにまあ、さっき高橋さんが言ったように5類じゃなくて2類にしようとこれ何かというと単純に政治の決断ただそれだけなんですよね別にそうしたからってコロナのウイルスが変わるわけでも何でもないんですよただ他の国たちはリーダーがそうやって決めてでリスクは全部自分がそれを取ると でそれをこの前すまん僕伝えたんですよね。今も感染者数むっちゃ増えてますよ。でも死者数って10分の1じゃないですか。1日10人亡くなるかどうか。でも10人っていうともうこれ残念ながらインフルエンザでも亡くなるんですよね。インフルエンザって大体統計の取り方によって年間6,000人から1万人の方は亡くなるんです。なので要は何かっていうとこういう今の現実をどう捉えてどういう施策をするかっていうのはこれはそのリーダーの決断次第なんですよね。 その決断を促すのが、まあ、やっぱりその国民の声なんじゃないかなとでこの話してたらまず3ヶ月ですねっていうんですよその出場はつまり今は日本は高齢者は7割いってるけれども国民全部で7社でまだ23%なんでそれが50%ぐらいいかないとまあその23%の国民だけを優遇することになっちゃうといわゆるそのワクチンパスポートだとかワクチンを打った人が飲食店でマスクなしで行けるっていうもし仕組みを作ったとしたらそれはエコひいきになっちゃうからと。 それはどれぐらいなんですかっていうと、まあ、大体今の,あのペースでいくと10月末とか11月っていうそういうも時間軸なんですよ。それまでにじゃあどれだけの店が潰れるかそれまでにどれだけのものが失われるかそ,それ一つとってもですねやっぱりその行政政治と日々現場で事業を営んでいるその業界の皆さんの温度差でそんだけあるんですよね。だからこれ一つとっても やっぱりワクチン接種後の未来もそうなんですけどワクチン接種をどうやってこのまず政策に生かしていくのかっていうことはこれは多分ほぼ全ての皆さん共通できるんじゃないかなと思いますしさっき私言ったようにあのそのワクチン接種後の食の未来といってもこれ本当に安泰ですかと相当厳しくないですか皆さん僕この前うちの会員で一つ星のシェフですよこれがこういうこと言ったんですよ自分のののお店の3番手のシェフが やめてシンガポールで雇われるシェフででったらしいんですよで海外まあ今シンガポールとか中東って日本のシェフの需要がむちゃくちゃ高いらしくて雇われないのに自分より全然収入が高いと。でこの国でレストランをしていくそのお店はだいたい客単 1, 1万5千円から2万円ぐらいのレストランなんですけどこの国でレストランをしていくってことが本当に未来があることなのかっていうことを正直悩んでしまいましたとそのクラスのシェフでもね。 まあそういうい話をされてました。なのでやっぱりその飲食っていうのはどうやって利益出していくのかそれとこの食材を提供するまあ農業とか漁業の持続可能性農業者漁業者の年収とか聞かれた皆さんびっくりしますよね。まあ、そういう人たちが今のままで本当にこの食材を提供し続けてくれるのかっていうその持続可能性の問題とかさっき私言った働き方改革これもトヨタとかホンダとかああいう大規模な製造業であれば なんか設備を導入すす生産性上がりますよねでも飲食業って営業時間ってどんだけ設備入れたって短くならないし、うん、仕込みもあれば後片付けもあるわけだからこういう時間の問題を製造業と同じバチッとはめられたらやっぱり技術も向上しないしさっきねあのサービス S1 の話もありましたけどやっぱりそういうサービス業の接客っていうもの向上しないしなんかこういうなんか前提のことって多分これはさっき佐藤さんおっしゃったように。 500円のたこ焼き店屋さんから5万円の高級レストランまで問題意識は一緒だと思うんですよね。なんかこういうことをなんかもっとちゃんとテーマを設定して本気でそれを片付けに行くっていうかそういうこう何か共通の何か未来をぜひ設定したいなっていうのが今年のいつやらずる思いですね。あのぜひあの まだ時間ありますので自由議論をしていただきたいですし Zoom の参加の方はもしあれでしたらあの途中で挙手をしたら僕の方でフォローしますんで遠慮なくてどうぞ。今のさんの意見聞いてぜひまずはどうしたら二之湯さんがおっしゃるようにその多分食文化の未来のためにだから自分この飲食従事者食に関わってる人間たちの僕はもう前からもう20年前から言ってるんです社会的地位を上げたいとうん、うん、そのためにはどうしたらいいかってそういう未来を作っていけるような 業界とか団体協会にしたいなと思うんですよね。今回はコロナでまとまるんですけど、うんうん、本当にあの500円のね、たこ焼き屋さんから、うちはまあ安低単価の店から高単価の店までやってるんで、やっぱり全然利益率やあのあれビジネスモデルが違うんですよね。その中でみんながこう本当に幸せになれる業界ね、えー、まあそれは競争は激しいですけど、どうしていけばいいのか。うん、まあ食材は高騰する。 人高騰、うん、その中でさっきもおっしゃったように利益をどう保っていけばいいけば、うんうん、まあ日本は本当に安いと思うんですよね、うん、全てにおいて高単価の店だろうが何だろうがこれらに関してどう取り組んでいくのかそこまでもんかみんなで、うんまあ、ここは今日手組むような問題じゃないかもしれないですけどねそこも問題意識を持って一緒にやっていきたいなと思うんですよね。そうですあのは40周年なんです 落としてその ORA っていうのがもともと水商売水商売と言われてる時に、うんかえー、作った団体っていうのも聞いておりますのその中でなんとかこれを産業にしていこうという動きで最初のままたぶん発足成就の重鎮の方たちが作ったと思うんですよね。でその話を聞いておりましてあもう違うこのもう40年経って産業としてはもう成り立ってると。うん でも次のステップにこの外食産業っていうのは行かなあかん。まあど,何どう言っていいんかってもまだ分からないで正直なところ。でも次のステップにもう行かないといけないこの時代に来てんのかなと。だか外国産業っていうのがまだまだ外食産業地位がないでっていうわけじゃない時代にもなってんのかなと。うん、ただ勝手に自分たちが外食産業を下に見られてんでっていうふうに思ってるだけかもしれないですしいや実は違うんですよと。 まあそれをもっと自分たちも働いてる従業員の子たちも自信持ってうちの頑固で働いてるんですよって言えるもっと力強いものを打ち出していくっていうのも大切なんかなと思いましたけどもま,まあ一個人のあるとしてはどうぞ遠慮なくまあじゃあ,あの私たちのこうメンバーとか会員ってみんな問題意識が結構高いんで。 こんなことやりたい、あんなことやりたいということが、こう出てくるんですよね。だからそれぞれ、多分、各団体の皆さんで。その会員さんが。将来の事業について、どんな問題意識を持ってるかっていうのを。一度集約されたら、どうなのかなと思うんですよね。うんうん、で、われは、さっき何回も言ってますけど、働き方改革は絶対、これは変えてほしいって言うんですよ。それから、その、えー。農業の自作可能性。あの。北欧の。こう、食って、さっき、まあ、あの、森尾さん、サンセバシチャンもおっしゃいましたけど。 デンマークとかその北欧もものすごく元気なんですよねこれこの15年ぐらい。でノマっていうレストランがあってそこがまあこう核となって、えー、世界にその北欧の食っていうのをものすごくこう PR してるんですけども彼らそのベースになったのが北欧食のマニフェストっていうのを2004年に出してるんですね。でこれなかなかねすごい内容で、えーっとまあ、ここで全部ご紹介しませんけれどもやはりその哲学とか歴史とか文化っていうのをすごく意識した そのマニフェストになっててそれを若い世代の料理人はみんなそれを踏まえて北欧料理っていうジャンルを作ってきなのでそういうその日本の食のマニフェストっていうのを作りたいというような意見があったりとか、まあ、大体その3つぐらいの意見を僕らはやっていこうというふうに今会としては集約してるんですけども、うん、そういう問題意識をなんか集約するっていうのはすごく大事なのかなとあの提案なんですけどでそのも各団体が持ち寄った問題意識が重なるところがもしあるとすれば。 じゃあそこのイシューであのまず何かやってみましょうよ。例えば働き改革だとこれ法律改正しないといけないんですよね。うん、で法律改正するってことはもうさっきから言ったようにこのコロナと同じで政治家にガンガンやっぱりあの意見戦わしていかないといけないんですよ。ってことはやはりその塊を大きくしないといけないこのコロナと全く同じ理屈になってくるので、ね、それを一回ちょっと各団体であの整理していただくといいのかなとはちょっと思ったんですけども。うん いかがでしょうか。春さんどうですか。はい、あの今いろいろなご意見聞いてて、あの僕も納得するところがすごくありました。あの先ほどちょっとありましたように、あの弊社はアメリカとシンガポールに本社がって,あって、それぞれ現地のローカルスタッフいるんですね。日本全体のランチの値段が例えば1000円っていうのが暗黙の了解で決まっていて。 そうすると、各店舗の料理長の値段がこれぐらいになってきて、うちなんかもやっぱり、あの、海外へどん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 こう、人が流出するというか、えー、おっしゃるとおり三番手が向こうへ行って、海外に行ってしまうと、倍以上、3倍ぐらいの給料で、え、料理長になってしまう。<laughs> まあそういう、うまさに、あの、今朝もアメリカから人送ってほしいと。お給料は日本のお給料で3倍出しますと。いうオファーだったんですね。で、まあ、それは、あの、 言うと必ず絶対誰も行くわけですよあの可能性だから、例えば、えー、海外行ったとき、日曜日だとサービス料27%払うことはもう当たり前、日曜日だから働いてるんだから27%当たり前でしょうところがあるで、なぜかこう日本ってそういうところが全体的にこう上がってこないのでやはりこう、スターシェフというのもあの、本当に日本のスターシェフのトップの年収ってやっぱ1億なんですよ。 まあ、それ以外の、まあ、多分あの、そうる方は、エスかわかります大体が1億なんですね。で、野球選手の方もっとやっぱ夢があって、もっと高い給料を取れるじゃないですか。まあ、お給料ばかりじゃないんですけど、やはり、そういったことがゴールにあるということがわかれば、やはり、料理講習会でも、え、前列に必死になってきます。あの、僕、海外で卒経験あったのは、あの、日本代表シェフとして行った時に、海外の、ここが本当にもう、 離れなかったんですよ、私から。すべてをノートにとって、すべての行動を全部写真に撮ると。あまりにもしつこいんで、もうちょっといい加減にしてほしいと。<laughs> あの僕もちょっとプラ,ライバシーのところがあるからって話をしたら、いや僕はシェフになりたい。シェフになったら収入が上がって家族全部が豊かになるやっぱりそういう思いの子たちが本当に飛行機で1時間2時間のところに、6年前の話ですけど、たくさんい,らいるんですね。それが今現のシンガポール、マレーシアであって、まさにもう状況が逆転してしまったと。 そんな中で、今本当に言うように学生たちはどんどん減ってくる、コロナで歴史のあるお店もどんどん閉じていく、伝えられる技術も伝えにくくなってくる、それこそ、食の労働が一般の労働と同じになるので、労働時間制限、僕らは本当に労働時間なんて、まあ、ここだけの話ですけど、もうな合ってないような、要するに何時間厨房にいるかが技術の向上だと思ってやってきたのが、今はもう労働時間で区切られてしまう。 そうしたらその子たちが世界に出たときに戦えると思わない。今、ホテルでもほとんどがもう、えー、開いた魚を飼い、えー、中骨がなくなったうなぎとかを飼って、それを調理してると。はたまたソースの中に、もそうですそれはもう労働時間、技術の転換。だから根本何か今回、えー、こういういろんなジャンルの方が集まって、本当にそのあたりの将来どうボトムから変えていくのかっていうのを、ぜ、え、ひ、ー、お知恵を。 借りればすごい難しい問題だと思います。もう壮大な問題だと思うんですけど、そうしていかないとどんどん海外流出をしていき、働きて若手が夢がなくなっていき、本当に縮小してしまって、あの本当にこう海外の、えーえー、支援ばかりになってしまうんじゃないかなっていうのはちょっと懸念している思うところです。すみません、ちょっと勢いにいます。はい、盛岡さん何かご意見。いやあの全くあの春さんの。 ってることあの我々もロンドンでやってますけどあのロンドンである日本食レストランズマっていうレストランは月3億ぐらい売るんですね、えー、年間30億ぐらいです、えー、日本のデザインで日本人のシェフがそこで働き、ま、ドバイとかそういうところでこうやってるわけですけど、あのー、日,本人企業が日本の企業が向こうでやるの、まあお寿司屋さんとかね、えー、そういうとこいろいろあるんですけどやっぱり、ね、なかなかできないハードルとかもある、まあ、そういったことを変えるも、まあ、たどり着いて,てもしょうがないですから まあ二ノ宮さんみたいな素晴らしい政治を志している方もいらっしゃるので、<laughs> この外食の団体の中から政治に届くようなことも考えていかなきゃダメなんじゃないかなと。まあもうすぐ総選挙はありますけど、迅速にそういうこともやっていきたいななんていうふうに思いますね。うん、はい。何か遠慮なくフリーで。まあまあちょっとさっき言ったようにあの民でできること、自上努力をしなきゃいけないことと、あとはやっぱりその。 法律とか予算とか税とかっていう。そのあのことを変えなきゃいけない事っていうことも、またちょっとしっかり分けた方がいいのかなという気がしますね。本当その通りだと思います。はい、政治は政治うん、自助努力で自分たちも意識を変えていかなければそうですね。と思うんです,、ね、うですね。そのためにお互いこう切磋琢磨するっていう意味で言うと、うん、やっぱり団体というか、塊は大きければ大きい方がいいと思うんですよ。はい、例えば居酒屋さんでも居酒屋さんの中だけで切磋琢磨するのと、そこでまた違う業態と一緒にやると。 こっちの業態も居酒屋さんと触れることによって、えー、いろんな気づきや発見があるっていうやっぱりあのそういう母集団っていうのは多様性があればあるほどクリエテティビティビがが上がってきますんで、うん、あのでそういう意味で母数を大きくしたいというのが今回の狙いなんですね。というのはそれぞれあのいろんな個性のある団体があったり考え方があることはもちろん多様性として素晴らしいんだけど。えー た1一つか2つかぐらいの共通言語をこの28兆円が持てないだろうかということを僕ちょっと議論したいなと思っていてやっぱりその料理人の世界は春さんの言っている世界も素晴らしい世界だしもちろん世界に戦っていけるでも今日本当にラーメン屋さんやってるえ一軒でやってる人たちも含めて28兆円やと思うんでねんね。 なんか僕らの言ってることはちょっと夢物語で、えー、せいぜい1%集まりましたよねみたいなことになっちゃうんじゃないまあ1%ではないとしても、まあ、1割未満のものしかつながらないんじゃないかなと思っているのでそこはちょっと議論してあの500円から5万円の人が共通言語を持てる何かっていうのを議論できないだろうか。うん あの中井ささんん先ほど教されてたんですみません、あのはい、まさに食に関するその会,会みたいなものっていうのは無数にありました私もいろんなところに入ってるんですけども、それぞれに抱えてる問題だとか、課題だとかっていうのは結構違ってるところがありまして、うん、今回あの、えー、まさに秋元さんからご連絡いただいて、あの佐藤さんからもご連絡いただいて、もう本当に。 私たちはワクワクして、ですねもうぜひこれ、大同団結してみんなで一緒に、えー、やりたいと思ってでいろんな職に関する団体はあるんですけれども一度できれば、ですねもうあのいろんな団体も小さいところも含めて一回こう皆さん集めて、うんえー、会合してですねで、まあ、いろんなことをこう問題点をこう共有する場っていうのをあの具体的に作ったらどうかなと。 まあそれをまあ定期的にお集まってやっていくのか、あるいはまあそういったところ、抽出したものを、それを政治に対してこうしっかりと訴えていく場を、またこれ、また定期的に作っていくみたいな、そういったのをちょっと具体的に進め,ていただ進めたらどうかなというふうに思ったんですけど、うん、あのそれこそオフィシャルにね、今できるかどうか分からないんだけど、 そそれこそ飲んだり食べたりもした上でいやこの間ねこれ言っていんかどうかちょっ分からへんけど、うん、森尾が一見プロデュースしたとこにオープニングをやったわけですよ <laughs> あの時にまるっきり西麻布、えー、六本木俺たち十何年前の遊んでた人たちが集まってみんなの顔がめっちゃ輝くねんね久しぶりやとこういう人たちが集まれるでもそれぞれみんな頑張って活躍してるメンバーが。 お互いを久しぶり元気って言える場を作れたっていう瞬間だったんだよね少なくともこの1年半そういう場はなかったような気がするだから今回オフィシャルでできるかどうか分かんないんだけど今中居ちゃんが言ってるようにいろんな団体の人が会うだけで今までは疎遠だったもしくはコミュニケーションはなかったけど会って話すと「えお前もそうやってんや」みたいなことがやっぱりできるという場をね作れるのは大事かなというのはつくづく思います。でででもオフィシャルでできんやろね ただまあ,あの飲食のパーティーはできませんけど中居さんがおっしゃるような団体の人が集まってちゃんとおした会合みたいなのはできると思いますのでお酒がなければ会合自体はできますんで、ねうん、そこで問題抽出みたいなことはできると思いますけど事だと思いますよ本当丁寧にいろんな人たちと接点持って集めて話をしていかないとまとまるのはすごい大事 困難だと思う。そうですね。まあ正直まとまらないだろうね。まと、多分でも呼ぶのも難しいです。つながる、つながれるがいかなとは思ってる。貯めるっていうのは難しいかもしれない。ちょっとつながるぐらいやったでまずはスタートしてもえかもしれません。まず話し合いの場に来てよっていうのもあのいろんな人がいるからそうですね。そこはちょっと丁寧にやっていくべきだと思いますけどね。皆さんのコネクションで。はい。なんか Zoom 参加の方でぜひあの。 お話しさ,されたい方いい方らっしゃいますかあじゃあさんすみません、ちょっと内容が大きく変わってしまうかも分かりませんが、えー、ついに昨日、内閣府の方から連絡があって、ね、ちょっと意見を聞かせてほしいと、この場で本当にこういう話を皆さんに伺っていいのかどうか分かりません、えー、と前回の,あの西村大臣のお酒の発言であったりとか、 銀行の金融機関発言であったりとかっていうことが結構打撃があるみたいでやはりこう飲食に対する思いは一部その政治家の方も悪いように思っている方ばかりではなくてなんとかしてやろうという方もたくさんいらっしゃる実は事実でしてただ動きを一歩間違えてしまうと前回のような世論になってしまうので多分大きい団体ではなく私のようなちっちゃいところに多分意見を聞きに来られていると思うんですけどで、えー、と実際本当に8月の5日の日に行って 対面ででお話をすするんですがあのどうやらこうワクチンパスポートじゃないですけども本当にそれが、えー、飲食に導入をして、えー、ちゃんとワクチン接種した方は、えー、入れていってもいいよと緊急事態宣言下の中でも営業時間をちゃんと伸ばして、えー、種類の販売をしてもいいよというような動きをちょっと考えられているらしいんですね。 えー、じゃあアレルギーがあったら、ワクチンと差別とか、いろんな問題はあると思うんですけど、そのワクチンパスポートと飲食の関係について、何かちょっと一言ずつあの参考にいただければと思っております今日ちょうどあの政府の方に、えー、陳情に行かせていただいて、まあ、そのワクチンパスポートの話にもなりました。今、まあ、今営業時間がどうしててもも短縮させられてお酒も提供今はできない でもワクチンの接種率が上がるにつれて、もう言ったらもう営業時間はそのままでいいですよ、今まで通りでと。でも、店の席数をじわじわと増やしていく。今、どうしてもやってるところとやれてないところがあるんで、やってるところに密になってしまう。だから、全店の店舗をワクチンの接種率によって,上げて、席の,の使用率を上げていくようにしていって、えー、じわじわと増やしていったらどうですかと。時間はもう フルでやらせてもらいますという話と、あともう一つ、やはり言われたように、えー、ちょっと先はちょっとずつ見えてきてますという話はしてました。ワクチンの方もやはりまあ増えていっているんで、また今度、GoTo イート、GoTo トラベルの方にもワクチンと絡めて若い子がインセンティブをもらえるような雰囲気に持っていきませんかという話もう最初もより、やっぱりワクチンの接種率を上げていくというのが一番の、もうそれしかないやろうという話はしてましたね。はいはい、ぜひ 遠慮なくバイさあのちょっとワクチンパスポートではないんですけどあのさっき居酒屋協会で食育、えー、接種で、えっと、1万8,000人の人が申し込みしたんですけれども僕自身の会社でもやはり、えっと、中堅間30代以上のスタッフは 結構ワクチンなんかを打つ人多いんですけれどもやはり25歳以下のスタッフはほとんどやっぱ打ってくれなくてそこら辺も結構あの問題で、まあ、あの会社の僕からもまあこう強制はできないんでそこら辺がつなげていくとやっぱワクチンパスポートっていうのは結構厳しいのかなっていう若い人たちなっていうのが思いました個人的には。はい、高橋さんんせっかくですんです そうです、ね、あの多分これもいろいろと業種によってすごく温度差があってワクチンパスポートなんていうのは僕らの業種でいうとすごいウェルカムなわけなんですねやっぱりそのもう60代、50代の人が客層のほとんどで,でほとんどの人がもうワクチンを打って来店されるパターンが多いので,でそのワクチンパスポートを導入していただいたらすごい恩恵を受けるわけです。 で,でも、今おっしゃったように20代の人っていうのがワクチンをそのすごく躊躇するでなおかつその,その判断をするのは店主ではなくてその個人の判断に委ねられて彼らの持っているその情報知識の中でそれを判断してワクチンを打つか打たないかを決めるという状況ですからあの来店される分に関してはあの狭い範囲の中で、まあ、私たちの業種であれば問題はないんですが。 結局、雇用状況の,その社内での感染確率が高いという意味ではあのおそらく若年層のワクチン接種が進むのがその飲食業とのそのが回復することと非常にこうあの相対的な関係があって若い人が打てば打つほど当然、飲食業があの活性になっていってどんどんそのあの市場が解放されるというようなメカニズムじゃないかなというふうには思っています。でですのでそこ自体が あの動かないとなかなかその、えー、店のお客さんが来られても社内ではそこが進みませんから20代のやっぱり男性が多いですからその辺り全員がそのワクチンを打つようになるとあの非常に物事が進みますしさっき乾先生の話もありました通り、えー、日本での,その国民のワクチン接種率がやっぱり 60%2 回目打つのが60%を超えてくると もうそれはそのワクチンパスポートが可能になってくると思うのでそういう意味でそこまでそのまあなかなか営業を持つのも大変なんですけど実際その科学的な話をすればおそらくそこが一番の近道ではないかなというふうには思っていますですのでやはりその職域接種といいますかあのそれぞれのその会社でもそのワクチンを進めていくようなその状況に持っていくというのがとても必要ではないかなと飲食業に関しては 特にそういう若年層でのそのえっ、ー、とあの就労者が多いですからそれを進めていくことが必要ではないかなというふうには思いますしろさんあの結構サーバーでいうと若い方が多いと思うんですけどなんかその辺のそのワクチンの接種に関して何か思うことってございますかうーんまあちょっとそのサーバーの皆さんとなかなか会う機会もだんだんお店もやってなかったりで、うん、あの少ないんですけどもまあ 今日そのちょっとずれちゃうかもしれないんですけどワクチンパスポートの話もまあ一つだと思いますし働き方改革っていうのはまたさらにこう大きな問題があったりとかで僕らの団体の中で一回こう話し合ったのが例えばチップ制度っていうのは、まあ、あの日本の外食の中で普及していったら果たしてこういろんなことがあの解決できるんじゃないかとか。 あのいろんななな多分課題があ,のあるんじゃないのかなと一つで何かをこう解決できないっていうかその時にやっぱり今日あの本当にいい機会をいただいて、えー、僕ここに来させていただいてこのま,ま終わま何て言うんですか一つの議題で終わってしまうっていうのではなくてなんかここでしっかりこう何かこう形にして次に進めていけたら いいなっていうふうに非常に思ってますね。はい。はい。そろそろちょっとエンディングに行くために、ちょっと。まあ、やっぱり協定。について、最後、ちょっと少し議論をして、えっ、ー、と、終了としたいと思います。ぜひ、あの。それについて、ご意見ある方、は遠慮なく。石田さん。いや、あの、春さんの。あの、大丈夫ですか。<laughs> ワクチンの話は、もう大丈夫ですか。いや、ちょっと時間的にあるんで。<laughs> また後で。はい。佐藤さん、まとめください。 <laughs> あのー、まあ日本最大の労働組合連合ってあれ組合員で700万人弱いるんですね<っ>もう圧倒的な力を持ってるじゃないですか連合って。でそれも明確なのは当然支持母体としての政党は明確なわけですよ立憲民主党であったり、まあ、国民まあそうなんだ、まあ、という中で我々は本当に200万人多分正確な話じゃないけど200万人ぐらいのえー。 少なくとも正社員とアルバイトの構成でいってもい,いてくれるはずなんですね200万人。この人たちが、えー、連合でもそうなんですけどいろんな業界の組合があれ連合してるんですね、えー、農業から相,、まあ、相手はちょっとわからないけどそういう観光からそういう意味でこの今回の僕は、えーまあ、中井ちゃんの提言があったとりわけ夜だけでもみんなのコミュニケーションができてそして極端に言えば団体がなくてもその いろんな人が出会った、作ってる組織の連名で出すことによって。何らかの、えー、圧力。もしくは、何らかの、な、力を生むんじゃないかなというふうに思っています。でも、一つの掛け声というか、タイトルがあった方がいいので、タイトルは僕、今日本当にさっきちらっとね。ちょっとぶっこんだけど。えー、経団連にたい、なに、をイメージして、食団連みたいな。それはいろんな団体が。 つながってるつながりなんだというのでそれを立ち上げて具体的にこの秋ぐらいにそういう集会もしもその時緊急事態宣言が解除されていたのならば食を交えてとかっていうことも含めたことを、えー、問いかけたいですねやれ,やれないかということを。うん、いかがですか まずは目標はこの秋までに形にするってことですよね、うん、それもそれじゃ遅いんですかねいいと思いますねますあの、うん、コロナが解決したからっていう話では多分なくて、うん、コロナをきっかけに我々がつながっていくということを趣旨としてるなら秋で間に合うんじゃない、うん、間に合うというか、うん、まあいろいろね各団体さっきから、うん お聞きしてるとそれぞれ、まあ、の母体が全然違うので、うん、問題意識とか関心もやっぱり微妙に違うところも多いと思いますだけど、まあ、さっき言ったようにまずは自分自身の団体をもう一回ちょっと精査していただいてどういう課題があるかということを持ち寄るためにはやっぱりそれなりに時間が必要だと思いますので、うん、秋ぐらいにそれできたら、うん、ちょうど GoTo イートとかがあの復活するような時かもしれませんそうですねそれぐらいの時に復活そうです 以降で準備を始める、ねうん、まあ11月とかぐらいだっていうふうにまあ言われてますんでね,あ,あ,でねあのワクチン接種が6割に達すのが10月ぐらいなんでその辺から GoToEat とか GoToTravel がであれ GoToEat も GoToTravel は結構そのホテルとか旅館の協会と密にやってましたけど GoToEat はあれ大体グルメサイトとやったんですよね。で あのまあ別にそれはあのダメなわけではないし実はうちの団体もあのコモでグループ名もたくさん入ってるんであれなんですけどもやっぱりその本体の皆さんの意見っていうのも絶対もっとこう関わっていく必要あると思いますしあのね全くね観光業は我々ホテルもやっているんですよあれだけど、うん、ホテルの収支と飲食の収支は全く違うもんなんですよ、うん、ホテルはとりあえず稼働が上がれば絶対利益出るような形の計算できてるでも飲食ってそうではなくて本当に薄い利益を 積み重ねているのをあれだけのマージン取られたら成立するかっていうこともちゃんと伝えられへんからああなるんですよねだ伝える場を作れる意味でのこのネットワークを今回おっしゃる通りだと思います、うん、はい、はいえー、とそろそろちょっと総括したいと思うんですがちょっとこれ言い足りなかったって方いらっしゃいますか大丈夫ですか よろしいでしょうかでは、ちょっと総括をしたいと思います。今日は皆さんの、あの、まあ、事前の意見とかも踏まえてですね、えー、簡単に総括を作ってまいりました。えー、まず、あの、いろんな個性豊かな団体ありますので、まあ、それぞれの団体がですね、今後も個性豊かに、ま、活動していくということが必要だと思いますが、やっぱり今、飲食業界の有事であるというふうに思ってますので、まあ、よりその協定を組んでですね、まあ、より大きく、より強く、 即産業のために活動を行っていくっていうことが必要だと思います。で先般ものすごいインパクトがあったのが、やっぱり18団体。一個一個の団体はそんなに大きくなくてもですね、18団体が集まって記者会見をやったことっていうのは、ものすごいインパクトがあってですね、えー、木曜日に記者会見をやったんですが、木金土日まで、その記者会見の情報が伝わって、それがある程度、そのマスコミの応援もあって、えー、政治に対してもある程度のプレッシャーが与えられたと。 で今回また我々のコミュニティの中でいろんな協会さんを踏まえてこのオンラインセミナーをやっておりますで。その18団体の時はですね、結構そのスターシェフとかオーナーシェフとかファインダイニングとかって住飲食の集まりが多かった。で今回いろんな居酒屋の協会の方やですね、サーバーの方なんかの協会、特にあと大阪最大の ORA さんなんかも入ってくれましたので、今後はですね、20を超える飲食団体の協定として飲食業界の声を発信していきたいと。 いうふうに思ってます。次お願いします。で、またですね、今の課題っていうのは、まあ、大きくは、えー、短期的なやっぱり支援策が必要であろうというふうに考えておりまして、えー、まあ、今、えー、やっぱり僕らがやっぱり言わなきゃいけないのは、やっぱり禁酒政策の解除、えー、時短政策の緩和、あとは生産者の支援、仲卸の支援、あとまあ、これが秋口なのか冬なのかわかりませんが、え、GoTo イートキャンペーンのような集客支援、 この間の GoToEat は GoTo トラベルが活性化した後に GoToEat の時にはすぐに第2波が来ちゃってっていうことで GoToEat あんまり使い切れなかったっていう問題がありますのでやっぱり GoToEat のやっぱりしっかりと支援策っていうのが必要だろうというふうに思ってますしやっぱり協力金のやっぱり期間延長みたいなのもきっと必要になってくるなと。例えばバイヤスさんの店が今閉めてますと。え解、ー、除になって開けました。 けけたけどまだ集客がないのに協力金はもらえませんっていうとまたそこ赤字がついちゃうわけですよねまあそういう意味ではやっぱり協力金の延長なんかも必要なんではないかなというふうに思ってます中長期的にはですねやっぱり雇用創出今回特にそのアルバイトさんパートさんの雇用っていうのをかなり失われておりますそういう意味ではやっぱり失われた雇用っていうものをやっぱりしっかりと もう一回作っていく必要があると思いますし、まあ一番の問題はですね、今日のいくつかのご意見もあったとおり、若い人が今働きたいという思えるような産業に、まあ特にこのコロナによってより一層なくなってしまったと。なんだ、飲食店ってなんか悪者じゃんみたいな。飲食店で働いてもなんか長く働けるかどうか心配だみたいな世の中になっておりますので、やっぱそういったものを創出できる、若い人が働きたいようなやっぱり産業にしていくっていうことが大事だと思いますし、 え、米国の RF みたいな、やっぱりコロナが、まあ、ワクチンが進んだ、アフターコロナになりそうな段階で、やっぱり強い、その、経済支援をしていく、そういったことが必要であると思いますし、今日二の世さんや森尾さんがお話しあった通り、まあ、税制の問題とか、ロームの問題っていうのがありますので、まあ、そういった、やっぱり食産業に係る行政改革っていうものを、やっぱり提言していく必要があるんじゃないかなというふうに思っております。えー、最後に、 今日もお話しあった通り、外食産業、パートアルバイトも入れてですね、280万人の雇用を創出してまして、日本の GDP を大きく支えているサービス産業の一つです。で、今、どの政党を押すとかですね、誰々を押すとかっていう前にですね、我々、まあ、この1年半、いろんな政治家の方とお会いして、皆さんもいろんな活動を一緒にさせてもらったんですが、政治家の方は、外食産業をそもそも今まで言い寄ってこなかったじゃん。 そもそも外食産業で働いてる人は選挙行かないじゃんっていうようなやっぱり産業だったと思うのでこの間サイゼリアの社長がですね記者会見の中でまず社員にしっかり選挙に行くように言いますということがものすごい報道になってそれが実は政治家の方にもうすぐプレッシャーに今なっているようですそういう意味ではですね我々この団体の集まりが協定となってですねまずやっぱり飲食店で働く人たちに選挙に行こうよ えー、そういったやっぱり業界にしていってですね、えー、飲食店の従事者のやっぱり思いがやっぱり政治の,の中にやっぱりもっとちゃんと繰り込まれてですね未来をつくる、まあ、飲食のやっぱり思いが未来をつくるようなそんなやっぱり業界にしていく必要があるなというふうに考えております。えー、せっかくですけ、ね、ちょっとだけ時間ありますねこの件に関してちょっと何かこれだけは言いたいということがございますでしょうか。 <laughs> ありがとうございます。ではあの今日の佐藤さんのお話にあった通りですね、まあせっかくこの各団体のその協定みたいなものをしっかりもっと強化をしてですね、巻口あたりにもっともっと皆さんと一緒に議論ができるようにしてまいりたいと思います。えー、本日パネラーの皆さんご協力ありがとうございました。ありがとうございました。した視聴者の皆さんありがとうございました。えー、これにて第5回 JFD やオンラインセミナーを終了とさせていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。 ありがとうございました。<music>